LED、はい、あれ何がついてるか知ってますか。これはね、モーターハウスの中に入った時に、はい、光の加減で遠近感を見てるところ。へえ、そこまで考えて。さすが。さすが。さすが森永さん。ご案内の質が違います、ね。さあ、まずは第一アトラクション、脱炭シーソーをきれいにクリアしてます。これからはあの加速ロボットの父ですね。加速ロボットの父。はい。また新たな2つらが。ああ、第3問とか突破しまして、次は第2アトラクション、マジックオール。マジックオール。はい。さあ、マジックオールに押されてますけれども、結構やっぱり、グリップが高いみたいで、ね、そうですね。問題ない感じ。安定しますね。はい。この辺の安定感はさすがといったところです。そうですね。加速ロボットっていうのはね、家族に比べて倒れる率が少ない。そうですね、はい、押して押して押し出し。これ押し出しはいいんですか。押し出しは落とさなければ落とさなければ OK。 押し出し OK。 しかしあのその、ま、押し出したマジックオールが邪魔してモーターハウスに入れないですね。やるな、なかなかずっと落ちてくるか。押してきたんだ。押していこうにも入り口で引っかかってしまってます。あれ、またいればいいんですね。またければベストですね。さあ、回避の方さっき言ったばっかりですね。そうですね。さあ、半分の時間が過ぎました。残り1分30秒。あ、これは反対側を通過しようとしてるな。モーターハウスに差し掛かります。もっとナビゲーターがいなかった。30度左。結構細かい指示が飛んでます。これはいけそうかな。こちらの森永さんの期待なんですけど、1週間ほど前に確か、1週間前には確かあの部品を削ってましたね。さあ、どうこうです。これは早速のいいところですね。そうですね、結構すぐモーションの組み方がね。はい。さあ、話してる間に第3アトラクション、モーターハウスをクリアしました。ノーペラですね。そうですね、ここまでノーペラ、非常に優秀な。さあ、続いてまいりますのはグラグラブリッジです。ここも綺麗に真ん中を通らないと落ちてしまいます。なんとか真ん中に位置取るように。お、来た来た来た。あー、もうこれは挟んでる。まだ、さあ、操縦者が、なんだこれ。これはなんか、おっと、なんか挟まれた状態で。